4月17日のケリヒメスイーツ。チャレンジタワーまだあったのか。昨日の時点であと1日ってあったから、てっきり日付が変わってあと数時間で月曜で終わりって感じかと思ったけども、もうちょっとあるね。月曜いっぱいはいける。火曜日の朝はないものと思う。月曜の更新であるかな。更新あるかな。最近ない時もちょいちょいあるからな、まさかの。14がこれ、この前のか。強化祭りがまだやってますよと。覚醒武器あたりとか覚醒ドレスあたりをやっておこう。おやおや、うん、ないね。特に変わってない。あらららら、なんかスロットあたり変わったかな。でもスロット変わってたらここでスロット新しいのあるよっていう、あのうざいポップアップが出るんだけど、ないね。まだ今日月曜日だよね。うん、なんかずれてんのかな。今回イベントの都合上火曜日に回してるのかな、いろいろ。お、ここをクリアすればプレチケがゲットできる。レッツゴー。そうすれば回せるぞスロットが。そして今強戦士とスーパーロボのピックアップがあるぞ。これは予感がするぞ。どうでもいいのが当たる予感がするぞ。当たるっておかしいな、当たってないからね。外れるぞ。外れなしのくじみたい。9割方外れなんだけどな。それを外れと言い張らない。まだ何ももらわない方がいいよね。ゴミをもらうぐらいなら何ももらわない方がマシと。まあでもな、ここで手に入るの別にゴミってわけでもないからな。一応王冠はちゃんと集めておこう。14個以上。えい、取れるかな。よし。あらー、しぶとく1個残ってる。じゃあパーなので、グーなのでパーの。はい、ジャッジ。倒してプレチケをゲットする前に乱入ボスを倒してと。あぶねー、おかしいぞ今。今ね、完全にちょっとね、俺のリアルの手が見えないから何とも思えないだろうけども、完全にあの蹴っ飛ばすのところを連打してたんだけど、なんだろう、メニュー画面がクイーンって動いて俺の指のところに退散するが来てたのか。危うくね、勝手に逃げ帰らせられるとこだった。羽ペン、新しいアイテムゲット。これでプレチケをゲットしたんで一回回しておきますか。スロットで、はい、ほらね、当たらないでしょって言ってると当たるんだよ。ほらね、当たらないでしょ。いつものこととは分かっているけども、なんだろうな。なんだろう、分かっているのに自分の膝をナイフで刺してるかのような。痛いの分かってるのになぜ毎回刺さなくちゃいけないんだろうな。宝箱はカタックがあり、でもうちょいできると、まあ俺ができる範囲のところで、うん、分相応なあたりで回っておこう。結局な、装備アイテムのおしゃれアイテムだけど、あれも間に合わなさそうだな。まだ何百個か足りてないんで、今夜頑張ってればね、いけそうだけども、もっとやるべきことがあるからな。そうそう、 FGO もあるし、最近撮ったグループの動画の方も編集進めたいしな。仮編集は済んだんだけども、まあ、メンバーに見てもらって、こうした方が好みとか、
ここら辺カットしようかみたいな、最初の動画だから一応チェックしてもらって、まだ作り直しというか編集に手直しを入れて、そのうち上げる。 YouTube はどうなんだろうな、グループのアカウント作ってチャンネル作ってそっちに上げるかもみたいな話もあるから、ただこっちの方でも一応俺の再生リスト作って、でそこに上げておくから、上げるというか登録はしておくから、うちのチャンネル登録してあれば見れなくもないのかな。うん、まあでもグループのチャンネルもせっかくだから登録しといた方がいいかな。ニコニコの方が先に上がるかも、まあ、誰のアカウントから上がるかも分かんないけども、まあ、ツイッターで告知したり、あとはマイリストでね、ニコレポの方に反映できるから、どっかしらで見つけてください。そい、走行しているうちに順調に削っておりまして、とさあこれで終わるか。うん、終わらない弱点破壊も確率だからね。まあ、残り1ゲージだから、あとジャッジメントで、うん、道連れでやっていこう使用2の演出が逆に邪魔になる。なければないで困るけども、ハチヌミクシンの回復とかありがたいしね。ここはもうお金とこのクォーツだけと。そろそろなんか達成してない。うん、俺いくつ378。うん、足りないどっかで諦めようってな感じで、今夜中はまあ頑張れるかな。こっちを頑張ってる人は、俺は別のをやるぜそれじゃあな、また明日。